さあやっていきましょう、マリオカート。なんだかんだね、もともと8人ぐらいの部屋でやることって多いと思うんですけど、1人の時ってすぐに抜けてなんか入り直しますよね。あえて1人で続行した場合どうなるのか。そう、多い部屋から減るのではない、ゼロからのドキュメンタリーを今回はね、怠慢になってしまわれた。大丈夫か、怖いっす。こういう時でさえもルーレットに勝てないんだね。これ虐殺が始まるのでは。このね、いかにもちょっと男にとっての可愛らしいアイコンっていうのは察してましたが、 目がクリンとしててね、その童顔チックっていうのかな、嫌な予感はしてたんですけど、予想以上に甘かったですね。2万ちょい、もうスピードだし、スタートだし、ミスをしてね。さあ、タイマンです。勝ちますよ。もう置いてかれたら終わり。置いてかれたら終わり。もう置いてかれてますね。コイン取れてないの、痛い、痛い、痛い。コイン取らない。おれ、意外と近い。もうついていくぜ。ほれ、ほれ。防御とか考えなくていいから、攻めまくれ、攻めまくれ。いいですね、これ。今日はタイマンです。よしよし、こういう新しいマリオカード手足が、これでね、次に10人揃ったらもうドキュ、もうドラマティックな感じなんですけどね。バナナか。基本走力で勝てないと思うんですよね、正直。場数が違うと思われ。なので、どっかでね、コインの枚数で有利取っていきたいですね。あるいは、これ、不意打ちのバナナで。意外といいところ行ってるね。いけるいける。ゆっくり追いついていく。見える範囲にキープ、相手をキープする。落ちた、落ちた、チャンス、いけ、よっしゃ。 あれ このバナナうまいな、仕掛けたのか。やばい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 。うわ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 、あー、怖い怖い。 絶対後ろ投げてくるから。そ、とっておきの1個を残している。キノコ、これどうします、使う、いや使っても、これ怖い怖い。 ここで使おう。よし、使ってくれたか、追いついたぞ。目と鼻の先をここらでスナイプしたい。またミスってくれ、またミスって。おっしゃおっしゃおっしゃ、ミスってない。うせ、おお、うわ、逃がした。これ最悪だ、いけいけ、クッパ、うわ最悪。そっちに気を使いすぎた、マジ。今のこの差は致命傷では。待て待て、ここで赤さん引くんでしょ、無慈悲に試合を決めるんじゃんしょ。いけるいける、まだいける、まだ間に合う。あかんあかんあかん、これあかん。でもこれショートカットで使っても間に合ってないね、どっちにしろ。この距離を埋めるには赤を打つしかなかったですね。順位が確定したので、レースを終了しました。ああ、でも思った以上にいい勝負できたんでよかった。ハンドル勢 ハンドル勢でござったか、見てなかった。さあ皆さん、感動のドキュメンタリーの開幕です。そう、8人、10人から始まる、そんな動画ではない。0から、そう、1から12を生む。生まれなかったね。ゼロはゼロなのかな。どうやら生まれなかったね。これにはモブオ君もしょんぼりですね。何があかんかったんやろ。なんでかな。わからん。人公園かな。寂しいな。公園かな。公園な。やろう。一人で頑張ろうぜ。みたいな感じで。こっち見るな。訴えかけてくんじゃねえよ。おとなしく多人数の部屋行った方がいいんとちゃうみたいな。そんな顔でずっと 人来へんぞ、おい、みたいな。やめてくれませんかね。ポジション変えてたびたびこっち見つめてくるのやめてくれません。やめろ言うてんねん。他に見るものないの分かるけど、分かりますけど。ちょくちょくこっち見んのやめえ。肩が凝るんだったらおとなしくね、座って待ってればいいのに、こう、じっと見つめてくるのはなかなか。そろそろ始めませんか。切なすぎるな。くそー、ゼロから生み出すことはできなかったというのか。しかし、じゃあ、仕切り直しです。やり直し。挙動り直し。今回はここからやります。
メンバーを探していますが出るということは隔離部屋に入れられなくなったということですね。完成に入ります。やっぱ多人数だよ。ゼロから生み出すことなんてできないんだ。お、1万超えばっかりのいい部屋ですね。早くやりたいね、早くやりたいね。早く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 、はよ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 、よし。あれ今のさ、なんかあのワリオさんがさ画面に映った瞬間に頭抱えてたけど、スタート地点のところでね、レースを始める前から絶望するっていうのもなかなか面白いパターンだな。そうか、試合の進行に関係なく最初は一応スタートポジションから始まるんですかね。ただキャラクターの動きだけはちゃんとその瞬間をなんていうの反映しているから、スタート地点からなんか負けた感じ、マックスのワリオがそこに立ってるのはそういうことなんですね。なるほど、ワリオ人気だね。知るかみたいな感じでドッスンが選ばれてしまいましたね。このステージは、まあ、あんまりいい思い出はないんですが、おっとこれはあれですね、1万5000台への壁といった感じでしょうか。頑張りましょう。誰かを、他の人を蹴落として1万5000台に上がるのは私です。戻るぞ1万5000台。まずはスタートダッシュを華麗に切りましょう。さあまずはここのアイテムを取りたいね。遠回りしてもいい、かなり遠回りしてでも取る。危ない、おっと抜けた、よしよし。コインを取っていち早く抜けたいんですが、そう簡単には無理でしょうね。よし、厄介なもん持ってますわ。全部持ってる、怖い。でもうわー、私が撃ったように見えたけど、怖い怖い怖い。ほれ誰もいない、おい444444444、後ろのアイテムはキノコ、その後ろにね赤がいる。うわー怖い怖い怖い、オッケーオッケー。この人がちゃんと前に、よしよし確認した、いける抜ける、いくぜ突破、よしよしゲソを振り切る、よし怖い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 、オッケーオッケーオッケー。しかもいいアイテム、3回防御できる、3回防御できるいいアイテム、そこだぜ、さよなら。うわっ、ちょっと待ってくださいよ、待ってくださいよ、ブーメラン食らいなさいよ、やったよ、無理や、オッケーオッケーオッケー、大混戦大混戦大混戦、なんか来てるなんか来てる、どうも相変わらずカメラ目線きついな。あ、間違えた、まあまあまあ、しゃあないしゃあないしゃあなくない、これで後ろから赤コーラ飛んできたらゲームセットだよ、よかった。後ろにめっちゃ投げてくるね、怖い怖い怖い、あの人怖い、もう2位取る気だな。しかしそんないけない子にはお仕置きが必要だべさ、仕留める仕留める、なんとしても仕留める、お、私が1位私が1位私が1位を取ればいいのです。これがロゼッタパワーですよ、大人気キャラロゼッタ、俺がロゼッタだ、よし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 、すげえ、多くの、そう、ロゼッタの頂点に立つ、それがモブオ君です。いける、今までの部屋で負けてきたけど、なんかこの比較的レートが拮抗してる部屋で1位取ったのは気持ちいいですね。アイテムも良かった、うん。さあ動物の森結構選んでるんだけど全然走れてないから、動物の森こびていきましょうね。アミーボカード好評発売中です、うん、好評売り切れ中ですからね。全然市場で、市場というか店で見ないんだよね、どこでも売り切れ、あそこでも売り切れみたいな、うん、コビを打ったんだけどな、なんか至って無難なステージ、短いステージばっかりだね今回。まあいいです、いい部屋だな、本当にため撮りしちゃおうかなと思ったんだけど、今日はちょっと比較的時間が遅くてですね、あんまり長時間できないような気がする。まあそれは私の個人的な話ということで、じゃあ2回連続1位取って終わっちゃおうか。逃げ切りだよねこのステージは、明らかに痛い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 、重い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 、近づくと怪我するぞ、ちょちょちょ、どいてどいてどいて、マジでロゼッタ、ちょっとロゼッタ、ちょっと偽物、おい、ちょっと偽物、ちょっと私のこのね、このロゼッタちゃんのちょっとそっくりさんキャラがなんかすごいアグレッシブ動いているね。さあそこにモートンが割り込んでくる、
さあ後ろのアイテムが開かない、まだ開かない、まだいける。ちょっと今の緑コーラ結局打ったらもったいなかっただけみたいな感じになってるけど、落ちてきた落ちてきた、まだいけるまだいける。ただコインの枚数が1枚しかないのがすごく不安ですね。とりあえず回収のコイン、バナナバナナが怖い怖い、あーわっち、わしのコインわしのコイン、怖い怖い怖い、おおクラッシュ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 、いけるいける、まだいけるまだいけるまだいける、よし。この人コイン持ってないや多分だけど、後ろの防衛に結構労力使ったせいか、多分私の方がコインの枚数は多い。さあここでカン君さんが来ましたね。カン君さんはおそらく持ってるのかな、キノコ。おっとおっきょおっきょおっきょ、1111111、これがこれが今回の私、どんだけ人が練習してたんだかって言われそうな結末になってしまいそうですが、気持ちよくなって終わろう。たまにはそれからやっていいじゃん。そんなこと言いつついつもトゲゾクらってさ、微妙な順位で終わってきたんだけど、たまには気持ちよくなっても良いのではござらんか。オッケー、今のモグラに当たったりもしない。どうしたんどうしたん、興奮が興奮が止まらない、興奮が止まらない。ロゼッタ、これがこれが大人気キャラのロゼッタですわ。うん、やったね、すげえすげえ、もりもり増えた。これね、今回は動画自体はここで区切りますが、次回に続きます。この勢いに乗ってもう次1111みたいな、お楽しみに。ありがとうございました。